エリック・ブリストーエリック・ブリストーオンベは、イギリスの旧ロンドン市旧白ニーク出身のダーツプレイヤーである。ニックネームはザ・クラフティ・コックニー。1980年代、彼のプレーは、ダーツが世界的な観戦スポーツになるのに大きく寄与した。同じロンドン出身の仲間であるボビー・ジョージを打ち破り、ブリストーは1980年の ワールドチャンピオンシップに初優勝し、10年に及ぶ彼の時代が始まった。この期間中、1981年、1984年、1985年、1986年も優勝していくことになる。しかし、彼と同時代のスヌーカープレイヤーであるスティーブ・デイビスと同じように、1983年の決勝戦で若くて、 無名なキースデラーが彼を打ち破り、その前年は第1ラウンドでスティーブ・ブレナンが彼に勝利したためとことは言うまでもなく、この時代において彼は敗北のショックとも戦わねばならなかった。1991年までの上記以外の4年度は2位となっている。ザ・クラフティ・コック・ニーというニックネームは1976年に カリフォルニア州サントモニカへの訪問中、この名前のイングリッシュパブに入った時に付けられた。この時の命名は彼のキャリアを通してのものとなる。彼はトーナメントに参加する時はいつでも、このパブから受け取った制服を着た、イギリスの警官とイギリスの国旗、そしてクラフティー、コックニーのタイトルが描かれたシャツを着ていた。ダーツをするとき、ダーツの握り方に、 ルールや奨励されるテクニックはない。プレイヤーはダーツを純粋にやりやすい方法で握る。しかし、しばしばイギリスの上流階級と間違えられる原因となる紅茶を飲む時のように小指を立てるような彼の握り方により、ブリーストーは他のプレイヤーよりも有名になった。だが、ダーツを狙いを定める位置からテイクバックするとき、彼はすべての指でダーツを握っており、 それゆえ小指を立てる動作は投げるのに無意味な動作という推測を引き起こした。このことをブリストーに尋ねると小指を立てるのを見せるためだけのものだと認めた。1988年フィル・テーラーは時折ブリストーのパブに訪れていた。ほとんどの人がブリストーと長くはプレーできずにすぐ止めてしまうのに対しテーラーは朝に4時間、夜に4時間、 ブリストーと共に練習し続けた。ブリストーはテイラーを次々にトーナメントに出場させていく。テイラーは緊張と恐れのあまり第一ラウンドでの敗退が続いたりもしたが、ブリストーはテイラーに1年ほどかけて、ブリストーが9000ポンドの資金提供するから仕事をやめダーツに集中することを受け入れさせる。ここからのテイラーの成長は、ブリストーの予想よりも早く、 1990年、テイラーは、エンバシーワールドダーツチャンピオンシップの決勝において、ブリストーを6から1で打ち破り、初のワールドチャンピオンとなる。この後、テイラーは、ワールドチャンピオンシップの優勝回数やテレビ、中継中のナインイコールダートフィニッシュなど、ブリストーの記録を遥かに超え、誰も追随できない、史上最強のダーツプレイヤーとなるが、ブリストーとテイラーは、 今も友人である。引用と時には論争を求めるのに、ブリストーは常に当てにできる。1982年にパートブリティッシュプロフェッショナルで、ジョン・ローに勝利した後、ベテランのテレビ司会者、トニー・ガバにこう言った。世界中の誰も俺に勝てる奴はいない。質問は終わりだ。この時彼は、まだ25歳だった。百八十六年 MFI ワールド、マッチプレイで、 スティーブ・ブレナンに敗れた時の彼の反応はこうだった。俺はバカたちに負け続けている。試合の前にも後にもゲーム中における、たくさんの芝居がかった仕草により、まさしく客を呼べる人気者だった。2006年、ブドダーツの決勝戦に立ち会うようレイモンドファン、バルネフェルトに招待された後、イエレクラー戦による7から5の勝利を受けて、ブドを 素人ダーツとレッテルを貼ったことにより激しい論争を巻き起こした。ブリストーはもし本当の世界チャンピオンと対決したらフィルは彼を完全に粉砕するだろう。ともコメントしている。ブリストーは1989年にスポーツへの貢献に対して運べが授与された。1979年、ブリストーはスコットランドの映画制作者ジョン・サムスンによる 個人的なポートレートフィルムの被写体となった。アローズと名付けられた30分のフィルムは古典的なイギリスの暴力団映画ザロンググッドフライデーに劇場予告編として公開された。ブリストーは2005年、彼の妻ジェインへの暴力を非難された。彼らは1989年頃に結婚した。北、スタッフフォードシアチアンハンジは、 スタッフ,フォードシャー州のリーク町ミルトンウェイにある家族の家から離れるよう命じた。ブリストーは2005年4月29日に寝室で酒に酔いながら抗論中に彼女の顔面を殴ったとの容疑を持たれていた。結局、彼の容疑は晴れることとなる。この件が解決された後、ブリストーは彼の妻がちょうど新しい彼氏ができたところで離婚したがっており、彼は今、 リークで彼の母の家に子供たちと共に住んでいると語った。また、ブリーストーはゲーツヘッドの騒乱にも巻き込まれ、それがたまたま警察ドキュメンタリー番組ストリートクライム UK に撮影されており、番組のエピソードの一部として報道されることとなった。2018年4月5日、心臓発作のため死去。60歳没。ありがとうございます。